はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、武藤遊戯です。さあ本日なんですが、いよいよですね、ガンドラクロスというね、ぶち壊れモンスターが解放されまして、でさらにガンドラギアスというモンスターも実装されまして、これもう今ね、今やね、遊戯王マスターでやる世界ガンドラモンスター4種類存在してるんですよ。ガンダラモンスターが4種類存在してると何が強いかって話なんですけど、皆さんガンダラギガレイズというモンスターご存知でしょうか。これものすごい好きで、まあ昔からずっと僕使ってたテーマなん、あーカードなんですけど、めちゃくちゃ豪快で、これ、まず手札フィールドのモンスター2体墓地を送ると特殊召喚できるっていう、まあ結構簡単に特殊召喚できる効果を持ってて、フィールドでも手札でもいいんだからね、何でもいいですモンスターだったら。でさらにこのカードの攻撃力はガンドラ共通で除外されているカードの数が300アップすると。で2番目、1ターンに1度ライフポイントを半分支払い、自分の墓地のガンドラモンスターの種類によって効果が適用されると。1種類いればこのカード以外のフィールドのカードを全部破壊する、2種類だったらこのカード以外のフィールドのカードを全部除外する、3種類だったらこのカード以外のお互いのフィールド墓地のカードを全部除外する。これやばかいですかこの3種類以上の効果をとにかくね使って勝ちたいというそういうデッキです。今回はガンドラギガレイズ、もともと本当2種類しかなかったから、ガンドラモンスターがクロス禁止になってからもうずっとこれ3種類の効果使えなかったんですよ。なんだけど使えるようになりました。4種類になったんで熱すぎで、どうやって使っていくかっていうと、もうとにかく墓地を動かします。はい、ライトロードギミックおよびティアラメンツギミックを使いまして、とにかく全力で墓地を肥やします。で全力で墓地を肥やした上で、まあ、いっぱい墓地に落ちたモンスターを例えばそのリンネリュー、サンサーラで、ガンドラ、ギガレイズ回収したり、セイファートで回収したり、いろんな方法で回収して、でギガレイズを出していく。でもちろん相手の妨害は、まあ、ティアラメンツのギミックとかライトロードギミックとか、まあ、バロネスとかそういう系のティアラメンツこの辺のカードとかこういうので踏んでいきます。もう最終的にやりたいことは1個で、これで勝ちたいんです俺は。これの3種類以上の効果で全部っぱして勝ちたいんですよ。これをちょっと見せていきたいなというふうに思いますね。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。ガンドラの種類4種類になったらマジあっち今まで2種類しかいなかったですからね。2種類ですよ。ガンドラギガレイズ君の効果の3種類以上とかいう効果何にも意味なかったのね。これ急にさ2種類から4種類になったら熱すぎるだろ。このゲームやばいわ、マジ激アツ。結構割と手がなんかハンドはなんか手数出そうなハンドしてるから、まあ、結構強そうなイメージしてますけど、これどうですかね。レイノハート召喚効果、向こう飛んできました。でトップライトロード引いてソーライクスチェンジ打ちます、向こう言われました、参戦の号で芝刈り持ってきて芝刈りドーンですね。これはい決まりました、流してください、殺します結局さ後手のさライトロードギガレイズデッキなんてさ、芝刈り通るかゲーミング以外なんかあんま考えることないんだよな。とにかくなんか全力で芝刈り通しに行くみたいな感じのテーマだからさ、はい、まあいいでしょう。あのホルスぐらいはなんとかしてみせましょう。なんかもうあの芝刈りを通しに行きます全力で。言うて魔法トラップカードそんななんか2回3回無効にしてくるようなテーマじゃないので、は弱くね、お前舐めてんのか、てめえ舐めてんのかてめえ舐めてんのか。ティアラメンツレイノハート召喚効果、これだけで死ぬぞ相手。あ、うららか、うららあんのか、うざいな普通に。うららあんのか、まあじゃあでもこれまあさすがに参戦の5を止められるカードないから、お前これ舐めてるだろ普通に、マジ舐めんね、殺すそのくせカード何っていうか、そのくせカードなんすか、殺します絶対に。はい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 、よしよし、殺す準備は整ったと言っていい。こうしてなんかチェンジンはまあ結構どれでもいいな、無効にされてもいいやつから一番最後にすればいいか。ドラグーンオブレッドアイズ&ライトロードデーモンファリス&対象というのはドラグンオブレッド、ドラグーンオブライトロードでさらにトリッククラウンの効果で特殊召喚、はい、さあどうする、
その伏せカード1枚でこの爆発的アドバンテージを返せるのか。芝刈りとかいうカード禁止になる禁止になるって一生言われてるけど、一生禁止になるってさ、墓穴何いいだろう。まあ1枚ぐらい無効にしてもいい、別に。てかマジで相手盤面弱すぎない？墓穴セットホルス2体特殊召喚エンド、どういうこと？はお前ガンドラギガレイズ無効にしてんじゃねえぞなあこいつ。はぁ、ガンドラギガレイズ無効きっしょ、きっしょ、なんでそれ無効にした。そして俺がやりたいことなんで知ってる？ハッティがなんでそれ無効にしたの。それ無効にしたところであなた勝てないでしょ絶対に。だったらまだワンチャン掴まれるさカード無効にした方がいいんじゃない。なんでギガレイズ無効にしたの。マジでわからん、なんだあいつ。俺で気持ちよくデュエルさせないだけのボンクじゃん。希少すぎるマジで。ちょ絶対殺す、絶対殺す、マジで絶対に、絶対許さん。ライトロードいきます。とりあえずとりあえずライトロードいきます。一旦まずはあとはもうひたすらに墓地壊してぶっ壊します。でセイントロードミネルバさんが起動しまして、はい、でティアラメンツの方がいいな。ティアラメンツを送りまして、でもちろん、墓地送られるんでハーフニス効果起動します。はい、CNN はいいです。でまずキトカロスちゃんを出しに行くでしょ。はい、ほらほらほら、ボッケーで、ティアラメンツキトカロスの効果を起動するぜ。これによってティアラメンツスクリームを持ってきて、でさらにティアラメンツスクリームの効果を発動し、先にとりあえず一旦ライトロードアテナミネルバ出すか。ちょっと盤面がね埋まりすぎてるとね、なんかせっかく落ちたモンスターが出てこれないっていうなんかこと起きるんで、これはまだ使わなくていい。で特殊召喚したいのでライトロードビーストウォルフと、まあもうあと何でもいいか、ウォリアーでいいか。はい、でビーストが出てきて、はい、でアテナミネルバぶっかましますか。アテナミネルバぶっかまして、でライトロードのモンスターを全部除外して、でアリエンリオを墓地壊して、はい、来た。サリークからの、ちょっと待って、なんかシェイレン落ちちゃった。まあ、いいか、てか先にこれティアラメンツの方がいいのか、最後の最後のアテナミネルバの方がいいか。レイノハード、まあいいや、どっちも変わんねえ、あんまり相手妨害ねえから、もう絶対に殺すから俺は、本当に殺す。ちょっと待って、時知らずのデュガレスします。時知らずのデュガレスして、2枚ドロー1枚していきます。はい、で2枚ドローして、で1枚捨てまして、はい、援軍も来ました。最強です、最強すぎます。で援軍発動します。援軍発動しまして、相手よくこんな墓地壊ししてるのにされんだしねえな。相手男だな、見直したわ。相手見直した。でこれ特殊召喚して、はい、でさらにティアラメンツキトカロスパイセンの効果によってキトカロスパイセンを、墓地に送りつつ、ティアラメンツクシャトリラを特殊召喚し、さらに、5枚、3枚、合計11枚のカードを墓地送るぜ。うわー、はい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 、よし、ガンドラが順調に落ちているぞ。ガンドラモンスターは順調に落ちている。ちょっと一回あれか、ちょっと待って、これなやれることが多すぎて何からやっていいかわからん、何からやっていいかわからん。デストルド効果と残りデッキはちなみにもう3枚しかねえ、残りデッキはもうすでに3枚しかねえ、つまりてめえは死ぬってことだ。何がしたいのかっていうと、ギガレイズしたかったんです。この後にギガレイズしたかったんですけど、墓穴打たれてまして、ギガレイズくんなぜか知らないですけど、謎に墓穴打たれてのキモすぎるだろ。でソーラーエクスチェンジの効果を発動するぜ。ソーラーエクスチェンジの効果により、ドラッグオブライトロードを墓地のことによりカードを2枚ドローしてカードを2枚、墓地を送る。さらにディーストルフの効果によって手札から墓地から特殊召喚、これトポロジックゼロボロスで分からせるか。これトポロジックゼロボロス分からせあるな結構。
これちなみにあのホルスはね、あの、なんかその相手におさわりしてるとなんかたまにブチ切れてなんかやばいこと起きるんですよ。なんか王の棺を破壊するっていうとなんかイブセティがブチ切れたりとか、何ハービーがブチ切れたりするんでね。なんでちょっと分からせますわ。こうするじゃないですか。でそうするとリンク先にモンスター出てきたんでなんかぶっ壊されるんですよね全部。で全てが吹き飛ぶ。はい、全て吹き飛んで、でさらにリンネリュー・サンサーラの効果発動しますわ。リンネリュー・サンサーラはちなみに自分の墓地のドラゴン族モンスターを回収し、そして、まあ、そのモンスターをアドバンス召喚するという効果を持っています。いくぜ、破壊竜ガンドラギアスを回収し、さらにフェアリーテイル白雪の効果を発動。フェアリーテイル白雪の効果により自分の墓地のカードを7枚除外することによってこのカードを特殊召喚。そしてこのカードが特殊召喚されたのでモンスターが2体になり、アドバンス召喚をする素材が整ったということだ。ちなみにガンドラギアスは通常召喚できるためこいつを回収しアドバンス召喚をすることができる。いけ2体のモンスターをリリッシュ、現れろガンドラギアス爆弾6000打点。ふ、こんな程度で終わると思っているのか。気候流セイファートの効果を発動。ちょっと一応やりたかったと見せますね。やりだったのはこれセイファートをゲームから除外してガンドラギガレイズ持っていくじゃないですか。これでやばい、ちょっと時間ね。でガンドラギガレイズの効果はこれ効果発動じゃないで一応出せるんですけど、まあ、2枚カードを墓地を送ることによって特殊召喚できまして打点が除外されてるカードの数がめっちゃ上がるっていう効果なんですけど、これ打点上がりません。マドフェイズいきます。うお、白雪の効果発動。これで自分の墓地のカードを全てゲームから除外することによって打点がまあ今日のところはこんぐらいで勘弁しようでやろう。かっこ時間がない。デストロイギガレイゼ、くそらー、どうして俺に気持ちよくデュエルさせねえんだ。くそ、ギガレイズ出ねえ。マジうざ、まあ、出るけど効果がうまいこと使えない。やりたかったことが全然できない。最悪すぎる。なんかギガレイズくんマジで性能は高いんですけどね、やっぱガンドラが墓地落ちないとちょっとねあれなんで、墓地肥やしが絶対必須なんですよね。確定ルートとかもできるかもしれないけど、やっぱ結局なんかライトロードとか使った方が一番強いと思うんだよな、貫通力的にも。ギガンティックスプライトきたー。これあれかな、フィールドキスキルリーラーフィールドだし、これあれかな、ちゃんとイビルツイン展開もしてくるスプライトかな、それともイビルツインだけでレベル2という理由だけで入ってるやつかな、ちょっとわかんないけど、キスキルリーラー結構ね、リンクモンスターもまあ結構性能は強いですからね。はい、まあ、ちょっとリンクに縛り、ランクに縛り、レベルに縛りが入っちゃうんで、なんだっけ、リンク4のやつ、あれが、トラブルサニーか。トラブルサニーがなんか出せなくなるぐらいで、まあ、キスキルリーダー自体はリンク2なんでね、めちゃくちゃ強いですよね。スプライトはちょっと妨害数が多すぎて、マジでやばいっていう、まあ、話はあるんだけど、エルフ、はい。なるほどね、レッド、キャロット、レッドキャロット、キスキルリーダーてかさ、リーダーロイヤル加工当たったのマジこの人神引きしてるね、めちゃくちゃ神の引きをしてる、まあ、とりあえず一回光の援軍打っていい？光の援軍は許されます？光の援軍まで許されないとやばいんだけどね普通に。ねちょっと待って、これはビーストウルフ出てくるけどアーチャー持って持ってきてもあんまり関係ないの。ドラグモレートライトロード持ってきて、でケルドー召喚かな、これケルドー召喚ランク4効果無効って多分言ってくるから、こっからドラグーン打ってな。でライトロードビーストウルフ、まあ言うてね、なんかその剥がしていくしかないんですよ、この相手のデッキの妨害は。1個ずつ丁寧にね。ドラグモレートライトロード、これ召喚成功時じゃないよね、だからちょっと待って、ケルドー召喚、召喚権意味わかんないモンスターに使ってるのやばいんだけど、まあできればここがレイノハートとかあったらめっちゃ強かった。でまあ一旦墓地肥やすか。ちなみにライトロードセイントミネルバは破壊されると効果一応あって、破壊した時の効果結構強いんですよ、破壊された時のか。なんで自爆特攻とかも一応できるんですけど、これリンクモンスターとかを墓地に送ってくれてたりとかするとなんか破壊されたりするからワンチャンあるみたいな話あるんだけど、さあライトロードセイントミネルバの効果レッド、なるほどいいでしょう、レッド効果、あ、オッケー、レッド効果でリリースすることによって相手の、
これ破壊してくれる、もしかして。破壊してくれる、マジやった、ワンチャンある、マジで。ライトロードセイントミニバル効果、破壊された場合ライトロードカードが、デッキトップ3枚持ちくて、ライトロードカードがあればその数まで相手を破壊できるぜ。あまりに最強の効果これ妨害踏めるんじゃね、めっちゃ。これだって相手止められなくね、妨害無理じゃね、もうレッド使ったから。あ、うら、うざうざうざすぎる、あまりにうぜ。参戦の子を打ってもキャロットされるだけなんだよな。なんとかして、まあ踏みんでいくしかないんだけど、ドラゴンオブライトロードの効果発動、ドラゴンオブライトロードの効果によってリーラーワンドローされて、なんか変な誘発光るのもうざいから普通にケルトで戻しとく。なんかあんま関係ない気がするけど、まあ一応これケルトで戻しとくは使えるから。でキスキル、キスキル特殊召喚されたら それはそれでリーダー特殊召喚されてモンスター破壊飛んでくるもんな。キスキルとなんか適当にスプライトとかでいいか。でまあチェーンしてくるわな。でスプライトエルフの効果によって、まあ俺のフィールド上にモンスターがいないのでリンクモンスターとか蘇生できないから、これでスプライトブルーが特殊召喚されつつ、スプライトブルーの効果によってまあスプライトモンスター回収されるのはいいわ。で一応多分これキスキルリーダーが特殊召喚されるんだけど、まあそっちしかいないから大丈夫で、でドラゴンブライトロード特殊召喚成功時効果発動する、はいはいはい、はい、いいでしょう。でブルー効果発動する。でドラゴンブライトロードの効果でモンスター効果、あれなんだろうな、あのセカード、無限包容とか、まあなんかなのかな、無限包容とかだったら使ってるか、なんか包容だったら先に使ってた気がするんだよね。ハッカーだとかなのかな、ちょっとハッカーだったらまあまあうざいんだけど、ライトロードアーチャーフェリスさんの効果なんか発動されねえな、ちょっとわかんねえな、抹殺の指名者なのかな、ちょっとわかんない。なんかハッカーとか無限包容とか多分打ってる気がするんだよね。いやまあ無限包容とかだったら踏みに行くしかないんだけど、まあ、とりあえずライトロードアテナミネルバパイセン出すじゃないですか。アテナミネルバパイセン出して、でこれ効果起動しますよと、でさらに効果起動しますよと、どうしますかとお尋ね申し上げて2枚墓地小屋市ドラグーンオブライトロードでパニッシュメントサーチデーモンとアーチャーフェリスで、これでまたさらにモンスターが墓地から蘇ってきますよという話があり、いやいいぞ結構これやれてるんじゃない。これあとさ、魔法トラップカード向こうが一応1回見えてるんだけど、キャロットでそれ以外はないんだよね、妨害今のところは。こうするでしょ、でフェリスするでしょ、でだギガレスとかにするか。まあ、アムリターラでもいいけど、ティアラメンツ落ちてないから、アムリターラする意味は、ま、てかね、ほんとね、ペルレイの禁止マジで痛い。ここでペルレイの持ってこないの痛すぎる。あまりにも。これだから、その、ティアラメンツ、ノーティアラメンツの状態で墓地が、アムリターラ出してもマジで意味なくて、なんか、そっから融合できないんだよね。クソだわ。やはりクソ。あ、でも、レイノハード来た。でも、召喚権使った。召喚器も使った。これ多分これで、トイフェル落とすじゃん。でトイフェルでキャロットって言えば魔法から通るから、これねこれキャロットっすね。はい、でお前黙れって言うじゃないですか。でこうするとスプライトキャロットがもうフィールド上で発動する効果発動できなくてってなってきた場合、参戦の5を通るんですよね。これで参戦の5ぶちかますじゃないですか。でこれ多分通るじゃん。ウララも打ったし。で相手のフィールド上にモンスターいるから、これじゃないですか。来ましたか、これは。もしかして。行きますよ。行きますよ。ゴーゴーうわーよし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 いいぞ。オッケー。来た来た来た。サリー行こうか。サリー行こうかと、ハグリス行こうか。いける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 もうちょっとトリビカルマも発動する。トリビカルマの効果を発動して、何あるんだ、あとグリーフとかもう落ちてるな。あと何があるんですか。あ、スクリーム残ってる神、スクリーム残ってる神で、ハウフニスからのキトカロス出すでしょう。はいはい、オーケー、いいぞ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 。で、キトカロス出すだろ。で、サリークでさらに、シェイレーン持ってきて、
ほんで、ビーストウルフが墓地から出てきて、で、キトカロスの効果発動して、伏せカードなんかチェーンしてんだよね。だ抹殺かな、なんかさ、ここまで打たないカード何ってなるもんね。なんか抹殺とかな気がするな。抹殺は多分なんか打たなくても、なんかあの不自然じゃないよね。なんか何にも、あの、同じカードが入ってないパターンがあるから、あのデッキ。こっちと。だから抹殺を打つタイミングがないみたいなさ。で、キトカロスの効果を使いまして、で、キトカロスを墓地の狂いつつ、ティアラメンズクシャトリラが特殊召喚され、そして、最強カード、5枚小屋し、3枚小屋し、3枚小屋し入る !11 枚の墓地小屋しが入るさあ、11枚の墓地小屋しによってありえない色の、デッキのカードが墓地で叩き落とされていく、うわうわめちゃくちゃめちゃくちゃ出てきた、めちゃくちゃ出てくる、はいはいはい、オッケー、いいよいいよいいよいいですよ、非常に、あーいいですね、墓地クラッシュもいいね。で、ティアラメンツシェイレーンの効果を発動し、シェイレーンの効果によって特殊召喚されつつ、ドラグーンライパニッシュメントを墓地を送る。で、さらに、あー、フェリスちょっと邪魔、フェリス邪魔すぎる、問題発生中、オッケー。で、さらに、リーダーを特殊召喚し、はい。おい。で、リーダーの効果発動して、で、素材になったティアラメンツを外すことによって、これで融合召喚を行うことができる。現れろ、ティアラメンツシェイレーンの効果により、融合召喚。一応ちょっと不確定ですけど、あの伏せカードがちょっと意味わかんなすぎるんで、あれバウンスします。うお、現れろ、ティアラメンツカレイドハーツ、カレイドハートの効果、相手の伏せカードをバウンス、はい、よし。さらにライトロードアテナミネルバの効果を発動、ライトロードアテナミネルバの効果により自分の墓地からライトロードモンスターを4枚除外することによってデッキトップを4枚墓地に送ることができる。あとね、残りデッキは10枚、そしてトリックライも出てきた、やべえ、神ゲ神ゲ好きで特殊召喚されていく、ほいほい、はい、いった。そしてレベル、あ、ちゃった、属性で、同じ属性で出力が異なるモンスター3体でリンク召喚、現れろ、ライトロードドミニオンキュリオス、ドミニオンキュリオスの効果を発動、ドミニオンキュリオスの効果、やべえ、じゃあ時間がねえタイムアウトしそう。で、ライトロードドミニオンキュリオスの効果によってカードを、さらに墓地を送っていく。そしてちょっともうやるしかねえか、そろそろ、うわっ、フィールドのモンスターを墓地横に特殊召喚、破壊竜ガンドラギガレイズ、さらにガンドラギガレイズの効果を発動、ガンドラギガレイズの効果によりフィールドのカードと墓地のカードを全てゲームから除外していく、アルティメットデストロイギガレイズやりすぎ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 バトル、いけ、大成ありがとうございました、やっとやりたいこと決まった、ありがとう、名前を知らないあなた、ありがとう。